はい、こんにちは、森下です。みんな大好きなジョガーパンツ。確かにね、履くだけでスタイルもよく見えるし、あとね、実は着こなしの幅が非常に広いというのもね、魅力的です。今日はね、そんなジョガーパンツ、夏の着こなしを見ていきたいなと思いますので、行きましょう。Let's good.Start e d はい、ジョガーパンツですねジョガーパンツって何なのっていうとこういったスウェットっぽい生地のものでまあ通常だとこの辺がねドローコードとかになっててちょっとイージー系のシルエットウエストがイージー系のシルエットになっていてあとジョガーパンツといって一番特徴的なのはこの裾その部分ですかねこれがちょっとこうリブっぽくなっていてギュッと絞まってるんですよねでそれによってこのスウェットパンツのなんかこう部屋着っぽさが一気にこうスポーティーな感じに変わっていて一気に大ブームになったというものじゃないでしょうか で僕もねこのジョガーパンツがブームになった時はま相、あ、晩このブームは終わってされるんじゃないかなと思ってたんですけども今やねもう完全にその男子パンツのののカテゴリーつとししししてててて成長してままもう完全に定着してますよねでその理由は何かというともともとこのジョガーパンツってやっぱ好み映えなんでねなんかこのスウェットパンツのアリュということでまあ、スウェットパンツライクなスポーティーな着こなしカジュアルなシーンだったりとかちょっとジムに行く時にちょっとワンマイルウェアの代わりにっていうのがもともと出てきた時のコンセプトだ ったんですけどもまあ意外に履いてみるとですね着回し力が非常に高くってでそこでこの着こなしがねめちゃくちゃできるぞってことでまあ、今やねそのカテゴリーの一つとして完全に定着しちゃったという感じなんだと思うんですね特にですねこういったちょっと細身のドレススタイルで使えるようなジョガーパンツはまあ大人40代を超えたこうジェディアの、ね、方々に非常に人気が高いので今日はちょっとまずはですねその40歳超えた大人のジョガーパンツまあどういったところの要件を満たしてるとそうなるのっていうところをね研究していきたいと思います ジョガーパンツっていうとですね、本当に楽天市場とかで調べるとすげえいっぱい出てくるんですね。なので、どれでもいいかなって買うとちょっと事故りますんで、大人のジョガーパンツ、どういったところに気をつけるべきか。選んでダメなものをですね、言っていきたいんですけども、まず一つ目がオーセンティックなものですね。いわゆるは皆さん、ジョガーパンツっていうと、まあ、スウェットパンツを思い浮かべると思うんですが、よくスポーツブランドが出している、ちょっと太めでゆるっとしたもの。で、そこがギュッと絞ってて、シャーリングしてるみたいなものは、あれはもう完全にそのスポーツウェアとしてのジョガーなので、 ちょっとこういう普段使いのおしゃれウェアとしてはあんまり適さないかなと思うんですねなのでまずはそういったものを選ぶのはやめましょうで2つ目が派手なものはやめましょうと、まあ、派手色なものですねすごく派手なもう蛍光カラーのものとかあとは結構あるのが止水ジップがここにバコッとついててであとはロゴがバンバンって入ってるみたいなやつですねああいう完全スポーティー系はそれがかっこ悪いという意味ではなくて着こなしの幅がめちゃめちゃ狭まりますんでできれば40代こういと大人がジョガーパンツをさらっと着きたいっていう時はそういったものは選ばない 方が無難だと思います。あと3つ目が生地感ですね。あのあんまりこうオーセンティックなさっきも言ったような古着っぽいものだと非常に厚くてゴワゴワしたものがあるんですがそういうのじゃない方がいいですし一方でこう一見これと同じように見えるんだけど実は履いてみるとすごい薄くててろてろみたいなのもあるんですねそれだと膝抜けめちゃしますし部屋着っぽさが絶対抜けないので着こなしの幅というよりはもうワンマイル以上には出ちゃダメっていうものになってしまうのであんまり薄すぎるのも良くないということで厚すぎるもの薄すぎるものっていうのは避けた方が アップなんですでですねそれらを要件を満たしてるのがこちらということでこの3ドッツのジョガーパンツこれがジ j リアではもうずっと大人気もう入るたびにガンガン売れるという感じになってますでこれがね最近ちょっと新入荷でドコンと入ってきたんでご紹介も兼ねてですねで今日はねこのジョガーパンツ使って冒頭お話しした夏の着こなしをねちょっと見せていきたいなということでやっていきたいと思います結構ね着回しの幅広いんですねじゃあ行ってみましょう まずはね、やっぱジョガーパンツといえばということで、このグレーをね、まずはちょっとこなしていきたいなということで、こちらになります。レザースタイル。まあ、いわゆる休日子でですね、僕ね、この格好を見るともう六本木ヒルズしか思い浮かばないんですけども、六本木ヒルズに行くとうじゃうじゃこういう格好した人がいるんですが、まあ、やっぱりほんとみんな大好きな、夜遊びから買い物まで、デートまで、幅広く使えるスタイルですよね。で、男らしさもやっぱあるので、シンプルにちょっとかっこいい、強そうみたいに見えるコーディネートになります。で、上に来てるのはエンメティのね、去年までは多分ね、ジェディアしかピックして なかったんですけど今年からまたちょっと他のショップさんもピックし始めましたって言ってたんですがノーカラーのねエンメティのレザーまあ、こういったちょっとスポーティーで軽やかなものっていうのをカーディガン代わりに羽織ってあげるとめちゃめちゃかっこいいかなと思います夏のって言いましたけどこれ羽織るのはね秋口ぐらいかなと思うんですが夏はねこれを脱いでもらって中 T シャツでっていう感じだと思いますで足元がですねこれケリーっていうあのヨークのモデルのカシミアバージョンでこれジェディアベッチュなんですねまあジェディアベッチュといっても一応ねまあロットの関係もありまして僕らだけではちょっと厳しい からうちとあとヨークさんのオンラインショップの本サイトの方だけで今売ってるものなんですが実はこれねあすいませんあのこれちょっと話逸れますねすいません元々のコンセプトはこれもうちょっとドレスっぽく仕上げたいと思ったんですね元々ケリーというモデルがあってそれもすげえかっこいいんですけどこちらですねスウェードとナイロンのコンビでちょっとそのソールとかが黒に関してはですね茶色くなってて若干アウトドアなんだけどアーバンアウトドアって感じでめちゃくちゃかっこよくて僕気に入ってよく入いてたんですねでこれをもう少しこうスーツスタイルとかでも使えないかなと思ってよしレザー えたっっつてんですねでこのカシミアレザーっていうのがまた違うスニーカーで使ってるんですけどヨークでそれが履き心地がめちゃくちゃよくてですねそれもめちゃくちゃ僕よく履いてるんですねだからじゃあこれを載せてあげたらすげえいいじゃんと思ってでまあイタリアのドレススタイルでもめちゃめちゃ活躍するじゃんと思って別注してもらったんですけども履いてみたらね思いの方がごつくてですねちょっとあんまり普通のセットアップのちょっとカジュアルめのスーツだったら着れるんですけど結構イタリアのツヤっぽいスーツに合わせちゃうと結構足元だけ コツっていくんで、白はね、比較的大丈夫なんですけど、黒はね、結構強すぎちゃって、ちょっと目線が全部下に持ってかれるなぁという感じで、いまいちちょっと僕の想像しているものよりは強めに上がっちゃったんですけども、逆に言うと、このジョガーパンツ合わせがめちゃくちゃかっこよく決まるようになって、僕はこの夏、このジョガーパンツと、あとショーツでこのスニーカーめちゃくちゃ扱ってるんですけども、すごく調子いいので、ぜひね、どうぞということで、ちょっと話はそれましたが、戻しまして、本当にこのジョガーパンツ、少しこういう迫力のあるスニーカー。だけどなんかテックスニーカーだと、 もうちょっとみんな履いいてるじゃななですかなのでこのレザーの大人っぽいやつでこれしかもね 4cm ぐらいの確かねあの身長アップ効果あるんですよだからジョガーパンツで足短いとちょっとスラッと見えなくなっちゃうんですけどもさらにその 4cm 効果のあるスニーカーを履くことによってすごい足が長くてスラッと見えるんですねでこれでね完璧なシルエットが作れるという感じになってます で、あとですね、ジョガーパンツといえば、皆さん想像されるのは、やっぱりパーカー合わせだと思うんですね。パーカーのセットアップ。まあ、本当にワンマイルウェア、部屋着として使うというか、まあ、これ別にいいじゃん、合わせなくてもと思うかもしれませんが、こんな感じになるんですね。これはね、スリードッツだからなしえてるかなと思っていて、あとスニーカーも効いてると思うんですけども、さっきのヨークのスニーカーに、スリードッツのパーカー、ニューダニエルに、さっきのジョガーパンツというのを合わせたゲストですね、見ての通り、全然部屋着っぽさがないんですね。これでもう全然お出かけどこでも行けるじゃんという感じになりますので、ちゃんとシットね、 調整して選んであげるるととと、まあ、こういううういいいにななななんだなというお手本のようなコーーディネートかなと思いますで実はこれ中もね3ドッツの,あの着心地のいいサンデット T シャツかな着てますでただこれだけだとちょっとやっぱり電車に乗ったりはちょっとあれかなと思う方はこんな感じがいいと思いますトレンチコートを合わせちゃうんですねでトレンチコートをねこの部屋着っぽいのにシュッと合わせるだけで一気に大人見えするんでもちろん犬の散歩とか近所に散歩とか近所のカフェに歩いていくよっていう時にこのトレンチコートをバサッと触っていくだけででキャップとかシュッてかってあげる だけでででですすねね一気気ににおしゃれななな人だなっていう雰囲気になるんです、ね、でまあ着いたらちょっとトレンチ乗ってポンと椅子に置いてお茶してまたバサッと来て帰るみたいなのってめちゃくちゃおしゃれな人の生き様じゃないですか,なんかドラマに出てきそうなだからまあそういうふうに使うこともできますしあとは旅行の時とかですねやっぱり飛行機とか中では楽したいななんて時にこの部屋着っぽい格好にトレンチ一発入れてあげるだけで一気に行き帰りは全然問題なく決まっていて飛行機の中は部屋着状態みたいになりますしあとさっきも言ったようにこのジョーガーパンツだとあんまり部屋着に見えないので 飛行機の中ででもかっこ悪くないということとう例えば旅行とかでもね使えるかなと思います。であとはねここの絵のスタイルのポイントとしてはちょっと部屋着っぽさを打ち消すためにローウェルですねザッツのローウェルっていうナイロンバッグでちょっとこうしゃれたものを持ってあげることでちょっとモダンなねバッグを持ってあげることであこの人はあのちゃんとおしゃれしてる人なんだなということが分かるようにしてあげるっていうのも大事です。 一方でですね、じゃあさっきフレアバンあるよって,言って今こっち側見せたんですけどもこっちのドレスコーデですねドレスっぽくなんて着れるのっていうのがこちらです、まあ、足元をねまずはフェランテのタッセルローハーを合わせちゃうんですねでこの足元がフェランテ使えるかどうかっていうのが僕の中では結構重要であのフェランテ使えるやつは全部ドレスコーデ持っていけるんですねで普通ジョガーパンツでさっきの要件を満たさないやつだとやっぱフェランテ合わせちゃうとちょっと何でスウェットにレザーシューズ合わせてるんですかみたいな感じになっちゃうんですね 非常に綺麗なのであとね。やっぱり生地感がそんなにこうスウェットスウェットしてないので、全然タッセルローフ合わせてもおかしくないんですね。シンプルにこの上に t シャツ着てもね。あんまり違和感ないです。ただまあ、ちょっと t シャツずあれなんで一応こう。ジョンスメドレーのコットンニット合わせてあげてこんな感じですね。でさらにですね。これ、ラルディーニのニットジャケットですね。テーラードジャケットをさすがに合わないかなと思って。ボリオリのネイビーのやつ合わせてみたんですけども全然違和感なかったです。ただ、せっかくスウェットがゆったりした雰囲気なので,で、あんまりテーラードなもの持ってきちゃうと抵抗ある人もいると思うんですね。で。 ぐらいしてあげるとカーディガン代わりで中外の合わせとかあんま考えなくてもしっかり馴染んでくれるので非常にシルエットの綺麗なラルディーニのニットジャケット合わせてこんな感じですかねそれでもなんかちょっと不安だなとニットにこうスウェットだと不安だなって方は引き締め効果で表側のレザーのアクセサリーなんか入れてあげると全体引き締まるのでダニエルボムのサコッシですねでこのね靴とサコッシで2箇所表側入れてあげるとかなり全体引き締まるのである程度この辺がねちょっと適当にしちゃっても大丈夫ですでまだまだね色んなコーディネートあるんですがちょっとまあこ これグレーばっかやってもしょうがないで、次黒ね、ちょっと見てみましょうかということで、黒のレザー合わせですね。こちらはエンメティのね、スタンドカラーのクロームレザーのやつでね、合わせてみました。形はユリですね。まぁこんな感じでもうこれも鉄板ですかね。これこそ六本木ですかね。っていう感じで。で、こちらも手元で、ちょっと大きさがもう一個大きいロウエルの方ですね、こっちのバッグを持ってあげてという感じで決めてあげると、モダンな感じでかっこいいかなと思います。で、少しね、男らしさ強調したいなと思ったんで、中はヘンディネック、シーサーのヘンディネックをね、入れてあげてます。これリブなんで、 僕はねちょっとやっぱりね上半身が細いのであんまりそう見えませんけどもうちょっとガタイのいい方とか筋トレしてる方とかはこのシーサーのヘンリーネックってリブなんで着るとね腕とかもバシッと引き締まってすげえかっこいいんですよモリッと決まってでその上にレザーとか着るとすげえこうタフな感じになるので多分そういうの好きな方はこのコーディネートねバチコッと決まると思いますんで試してみてくださいであとねちょっとねシャツコーデもしてみたいなということでこんな感じもちろんタックインでもいいんですが秋口でっていうことであればですねちょっと羽織る感じでこんな感じですねジャンネットの ちょっと。 あなんか T シャツでも全然構いませんしあとはまあもうちょっと秋含まってきたと夏から秋のこう境目ぐらいだったらコットンの長袖ニットを着てあげてですね、まあ、その上からシャツ羽織るみたいなのもいいかなとシャツなんかいらないぐらいまだあったかいねって時であればコットンニットのみでもねこんな感じですごく決まるかなと思うんですよねジョンスメドレーで長年人気だったグラナイトっていう色で鍾乳洞みたいな,なんか石の名前なんですね緑がかった青みたいな色のことを、まあ、グラナイトっていうんですけどもでずっと人気があったんですけども3日前に展示会に行ってきたら からこれれななくなりまますと言われまして最後のグラナイトなんでこれすごい人気のあった色なんでねもし欲しい方早めにどうぞと緑なんだけどちょっと青っぽくも見えてグレーっぽくも見えるのかもともとねグラナイトってグレーをイメージしてるんですよ本当はねだけどなんか物を見ると緑っぽく見えるっていう感じで非常にその微妙なニュアンスカラーになっててかっこいいのでこの色気に入る方はどうぞとなんか黒とかと合わせるとすごく締まってかっこいいですよねであとは少しドレス寄りに寄せてあげて皆さん大好きなあいつですザノーネの京都を持ってきましたでまだね夏 から秋にかけてのちょっと境目ぐらいだっていうことなんでまだウールは早いでしょうということでコットンの方ですねきておりますまずはね夏ちょっとこう肌寒いのがあるかもしんないっていう時であれば肩掛けですね肩掛けから入っていきましょうでこの時にちょっと夏の終盤であればおしゃれ感出すためにはちょっと先取り感を出してですねモックネックなんか使ってあげるとこんな感じでかっこいいかなと思いますでもうちょっと秋深まってきましたって言ったら上着ちゃってこんな感じですねでまあ京都のいいところはねこれをいろいろ可変にできるところなんでちょっとそれも 見せていきたいんですが前開きでこんな感じでその次ちょっと前を締めてこんな感じですねで最後の最後はもうハイネック状態で使うと全部締めてこんな感じでここまで来るとですねその上にまたダウンジャケット羽織ったりとかコットンはねミドルレイヤーとしては使いやすいのでそれはそれでいいかなと思います で、夏のコーデって言ったんだから、ここでやめときゃいいんですけども、ちょっとね、秋冬物がもう入ってきていて、うわ、これは合うな、これは、と思っちゃったんで、合わせちゃいました。これはもう冬のコーデですけども、ダウンジャケットですね。こんな感じ。 これどこのブランドだと思いますちょっとオーセンティックな感じじゃないですか。これヘルノなんですね。ヘルノっていうとスポーツとかラグジュアリーなものが多いんですが、実は最近こういうね、ちょっとアウトドアテイストのものを結構出してくれていて、毎シーズン僕1個ピックするんですけども、今シーズンこれです。めちゃくちゃかっこいいです。しかもそのピックするんですけどって言ったやつね、大体春殺なんで、みんなこの手のもの好きなんだなっていう感じです。これすごいかっこいいですよね。で、こういうのはね、ジョガーパンツとの相性めちゃくちゃいいので、まあこういった合わせいいですよね。あとね、今回合わせ忘れちゃったんですけど、M65 とかも相性いいです。今アスペジ 入ってきてきめちゃくちゃ売れてるんで早めにどうぞ。 あと最後に青ですね。ちょっとごめんなさい。ここにね、いろんな色あるんですが、まずはね、やっぱり皆さん買うべきはね、グレーと黒だと思うんですよ。で、ちょっとずらして青ですね。で、あとね、こういうインディゴとかグレージュとか、ミントグリーンみたいな色もあるんですが、この辺はね、多分こっち買ってからの方がいいと思います。なので、まずはちょっとそのメインに来るであろう黒グレーをやったんですが、あと青もね、ちょっと見ておきましょう。まずはね、パーカーを羽織ってこんな感じです。本当にもうジョガースタイルなんですけども、ちょっと色を変えてあげるだけでね、さっきみたいな部屋着感がかなり薄れるかなと。 で足元に合わせたねスニーカーこれも実はさっきのケリー CA ジェディアベッチューったケリー CA なんですねの白の方ですすごいおしゃれで靴芋だけがちょっとクリームがかっててレトロな白って感じになってるんですねなんでめちゃくちゃこれおしゃれに仕上がってていいと思います合わせやすいと思いますんでどうぞという感じですでまあねこれだけだとちょっとあれだなっていうんであればもうちょっと秋深まってきたらジージャンですねでまあ普通のジージャン合わせてもよかったんですがちょっと白を持ってきてみようかなっていうことでこんな感じです、まあ、かなりおしゃれ感高まるかなっていう感じでまあ白のねスニーカーに白 のデニムジャケットという感じで合わせてあげてで首元がねちょっと寒々しくレイヤードにならないようにモックネックを合わせてあげているのがポイントです。 はいという感じでね今日はね夏のジョガーパンツと言いながらも秋と冬も出しちゃいましたけどまあメインでね夏のジョガーパンツどれだけ着ませんのっていうことをちょっとやってみました見ていただけば分かるように今ね履いてたスタイルって比較的靴をねスニーカーとか選んでみたいなレザースリッポンどっちも使えるんですねだからそれを入れ替えるだけでも随分雰囲気ありますしあと上に持ってくるものもまあ僕いろいろ偉そうなこと言いましたけどなんだ結局何でも合うじゃんっていう話だったりするんですねだからまあそんな感じでいろううまく合わせてあげるとめちゃくちゃ着回し力高まります ますしあとはね若干こうやっぱりジョガーパンツの良さって外しが出ることなんですねなんかそこで血のパンを合わせてしまうとすごい普通になっちゃうけどその血のパンをジョガーパンツに変えるだけでなんかちょっと外したかっこよさあるよねみたいな雰囲気に作りやすいので値段もねやっぱセット生地もあだけもあって今のパンツのなんか値段がどんどん上がってる中ではね全然高くなってませんし1本持っとくとめちゃくちゃ便利かなと思いますので持ってない方はぜひ調達してくださいはいというわけで今日の動画は以上となりますいいなと思った方は高評価コメントいただけると非常に励みになりますんでぜひよろ ししくお願いいたます、えー、あとインスタグラムやってて、まあ、こういったものの、ね、スタイルで今ねこれから秋冬物がどんどん立ち上がってきてウェブの方のスタイル一覧っていうところにわーっと出ますで、まあ、この中ね見ていただいてもいいんですが、まあ、この中でもじ僕的に気に入ったものをまたそこから引っ張り出してインスタグラムのとかに投稿していきますんでちょっとそういった意味で森氏これ気に入ったんだなっていうのを見たければですねあのインスタの方を見ていただけるとよりこう手話に見れるかなと思いますんで是非そちらの方ーもねいただければ嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょう森氏でしたバイバイ チ、はい、ョコパンツいいっすよね。 実はね、僕も気分で、まあ本当に申し訳ないんですけど、皆さんには <laughs>。気分で最、ほら、44から46にサイズが S から M に上がりましたみたいな話が、本当に2、3年前やってたんですけども、こいつも実は僕、M とかを結構スリードつきたの最近もう全部 S に戻してて、あの、やっぱり気分なんですね。なんか結構もうやっぱりタイトめで細めでもいいなと思って、なんか改めてそっちの方がかっこいいなっていう思うようになってきて、やっぱりちょっと自分の中でも、やっぱあんだけこうリラックスでれとかかっこいいかっこいい言われると、自分だけ細身のなんか短い 面履いてんのもちょっとなんかあのファッションインフルエンサーかっこ自称の森氏としてはいけないのかななんて思うところもあってなんかちょっとやっぱり自分の価値観とのそのブレをねずっとなんかこう感じながら来たんですけども、まあ、最近本当に明確にさっきから履いたのも全部 S 履いてるんですけどもあの非常に綺麗になってるかなというところですかねあとね実は3ドッツ自体があのサイズね結構見直しをしてて大体どのブランドもちょっとずつ定番見直すんですけども3ドッツは明確に、ね、S をねちょっと緩めにしたりしてますね。 だからやっぱり時代感的にはあまりピタピタがよくないよねの中であのちょっと緩めにしてくれたおかげでですね僕、M、履く時ってやっっ丈がちょっと長かったんですよねだけど S で今履いて、まあ、多分ちょっと緩くなってもピチピチ感はそこまでないし丈がちょうどいいみたいな感じになってなんか自分の中ではベストなあのシルエットになったかなって思うんですけどもちょっと分かんないですこのジョーガーパンツサイズ直してるかはちょっとよく分かんないですけども自分のまた勝手な感性かもしれませんけどもただ T シャツとかはねちょっとねあの若干直してますとかパーカーとかもちょっと S 太めにしてます。 とかっていうのはよく聞きますんで、まあ、そういった意味では3ドッツ迷ってた方あのちょっとどっちかな中間かなみたいな感じだった方は多分元のサイズに戻しちゃって全然問題なさそうかなっていう感じなんでその辺りもね参考にしていただいてサイズ選びもしっかり選んでくださいこの辺やっぱサイズ選び命なんであのしっかり選んでねいいのかっこいいやつ選んでください。